はい、皆さんこんにちは。今日は2023年7月の22日土曜日です。現在ね、だるま山レストハウスにいるんですけどね、まあね、夏でね、もう暑くてしょうがないんで、少しでも涼しいところと思ってね、今日はね、西伊豆スカイラインをね、走ってみようかと思って出てきました。今日のお供はね、ヤマハ WR250X モタードになります。よろしくお願いします。やっぱりね、西伊豆スカイラインまで来ると標高がね、800m、900m の世界ですから、まあ下界よりね、5度ぐらいは涼しいんじゃないかなと思って来てみたんですけど、まあそれでもね、バイクから降りると暑いですね。バイクで走ってればまあ渋滞もないし、信号もないんでね、そこそこ風を浴びれるんで、涼しく走れるんじゃないかなと思ってますけどね。現在はね、これね、枝峠に向かってます。枝峠のね、一番高いところのあたりからね、この道をね、左折すると西伊豆スカイラインになって、それからね、南の方に向かって道は続いていくんですけど、まあ今日もね、非常にね、天気は良くて、真っ青なね、空がね、とても綺麗ですね。まあ見てる限りでは雲もない感じですね。で、標識がね、もうあって、で、一番ね、高いところからもう登り切ったなってあたりでね、ここで左折ですね。真ん中にね、中央分離帯があるような感じになってますね。で、多分ね、この前の車は道を間違っちゃったんでしょうね。ここから U ターンして戻るみたいですけど、で、ここからがね、西伊豆スカイラインのエリアになりますね。まあ一番ね、北の部分はね、少し周りにね、木が生えてて、まあ眺めもあんまりないんですけど、これね、もうちょっと走っていくと、周りがね、笹みたいな感じの、木がなくてね、笹が生えてるだけみたいになってくんで、その辺りはね、開けて眺めがいいところになります。日本名道100選とかね、そういうのに確か選ばれてるような道かと思うんでね、非常にね、景色がいいね、ツーリングコースになってます。まあ、割とね、混んでることもないのでね、非常に気持ちよく走れると思うんで、まあ、寒い時はね、ちょっと凍結の恐れがあるんでね、春から秋ぐらいにかけてね、走りに来ればまあいい眺めがね、見れるんじゃないかと思います。でね、これをね、しばらく走っていくと、だんだんね、右側の山が低くなってって、で、左側のね、木もね、だんだん生えてなくなってね、開けてくるんですけど、この辺りがね、一番どうだろう、西伊豆スカイラインでもコーナーがきついかな。真ん中辺りがね、割とコーナーが緩くて、北とね、南のエンドの辺りがね、道が厳しい感じ、コーナー厳しい感じになるんですけどね。だけどね、この見通しがね、いいところじゃなくても、この緑の中をね、走り抜けていく感じがね、非常に爽快な感じですね。割と涼しい感じで走れますよ、真夏でもね。で、だんだんね、左側の木が低くなっていって、もうじき多分木が途切れてくるかと思うんですけどね。で、途切れたところのね、ちょっと行ったところが、堤真一さんがね、CM でやってた、アクサダイレクトコーナーになりますんでね。そこのね、コーナーのあたりから非常にね、眺めがいいところになってきます。ここはね、あんまり大きいバイクじゃない方が、コーナーがね、結構きついんで、楽しいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、クルーザーみたいのでも、ゆっくり走れば、楽しいんじゃないかと思いますけど。ただね、コーナーの R が結構きついんで、クルーザー系のやつでね、あんまり攻め込むと、どっかボディとかステップがガリガリこするかもしれないですね。で、この辺りからね、もういよいよ開けてきて、次のコーナー辺りがね、ここですね。ここがアクサダイレクトコーナーですね。今はちょっとわかんないですけど、前は Google マップをね、拡大すると、道路のとこに助けてって書いてあったように思うんですけどね。
でね、この右手がね、遠いのね、駿河湾の方が見えるよ。景色のいいね、駐車場ですね。ただあんまり広くないんで、何台も止まんないんですけど、そこからね、写真を撮ると結構、駿河湾と枝のね、サシも見えてね、結構いい写真が撮れるところですね。で、この辺りはね、もう尾根を走っていくんですけど、まあ自然のね、地形そのままに道にしてますから、結構ね、高低差はね、あるんですよね。で、今ね、結構なね、傾斜の上り坂を登って、で、行ってますけどね。これね、登り切ったあたりでまた、左側がね、木がなくなって、景色がね、開けたところに入ってきます。この辺りですね。だいぶね、左のね、伊豆半島の真ん中の方の開けたね、景色が見えるようになってきますね。ここはね、景色がね、非常にいいところが、海の方がね、見えるところが2カ所ぐらいあって、そこからですとね、駿河湾が見えたり、遠くね、御前崎の方まで見通しがいい時だったら見えるかと思うんですけどね。もうね、このね、自分がいるところが少し曇ってる感じでね、その向かう先が日差しが強い感じ、非常に美しいですね。ここからはもうね、真夏の光がね、さんさんと降り注ぐ感じで、とても明るくていい感じですね。ここのね、右手も駐車場になってて、ここもね、いい写真撮れます。で、このね、右手の山とか、先ほどのね、やっぱ駐車場のところの右手の山なんかもね、歩いて頂上まで登れることになってますね。昔ね、伊東のね、元ブロガーのヨッシーさんが徒歩で上までね、登ったりしていたんで、まあ普通にね、ライダーさんも登ることできるぐらいの簡単なね、まあ山っていうか丘ぐらいですからね。まあその上の方からね、見れる眺めもね、大変素晴らしいんで、ね、いいんじゃないかと思います。今ね、ここのね、左手はね、結構ね、広く、バイクのね、車も止めれるようになってて、まあ、舗装はされてないんですけどね。ここからですとね、伊豆半島のね、真ん中流れる、鹿野川の方のね、流れなんかも、ちょっと見えるような感じで、市街地がね、少し見えるような感じの、開けた景色が見えます。で、ここはね、もう右左、笹みたいな感じになってますんで、ここ素晴らしいですね。なかなか日本にね、こんな道ないですからね。ここはね、山焼きをね、してるわけじゃないですけど、木がね、割と少ないところがあるんで、こういうね、開けた景色が多いですよ。それでね、この辺りからだんだんね、下りになってって、で、道もね、ちょっとコーナーきつくなるんですけどね。で、コーナーがね、きつくなって、その後ね、天城のところから土井にね、抜けるね、船原峠っていうのがあって、船原トンネルっていうのがあるんですけどね、その上をね、走ってるあたりで、そこまでが西伊豆スカイラインで、そこから南側はね、今度ね、西天城高原道路っていうね、違う道になるんですね。名称がちょっと違います。走っててもね、全然道のね、感じが違うんで、まあ同時期に作ってないんでね、南のね、西天城高原道路の方がね、だいぶ新しいと思うんですよ。道の感じがだいぶ良くて、コーナーのね、R も緩やかで、道幅も広い感じになるんですけどね。ただね、眺めはね、西伊豆スカイラインのね、先ほどのね、場所が一番眺めいいと思います。ここはね、現在ね、南に向かって走ってますけど、南から北に向かって走れば、見える日であればね、富士山がね、よく見える、そういう道になってますんでね、またね、少しね、涼しくなれば富士山もね、よく見えるようになってくるんで、10月頃かな、11月の初め頃か、そのぐらいになれば初雪もね、積もってると思うんで、またね、上の方が白い富士山をね、見ながら走ることできますんで、またね、走ってみてください。非常にね、素晴らしい眺めがね、広がっていく、そんな感じの道になってます。でね、先ほどのね、砂利のね、広い駐車場のところにバイクを止めてね、で、撮影すればバックにね、
西伊豆スカイラインの道とね、その山の向こうにね、富士山が映るようなね、そんな写真を撮影することもできますよ。でこの辺りはね、右手を見ればね、駿河湾の方が見えるところになってますんでね、眺めは結構いいところかと思います。でね、徐々に下ってって、で船原峠のところでね、国道136号かな、そこに合流できるようになるんですけど、まあそこのところまでがね、とりあえず西伊豆スカイラインですね。といったところでね、このね、真夏の西伊豆スカイラインをね、走る、気持ちよく走るね、動画をこの辺りで締めさせていただきます。またこんな感じでね、伊豆のね、気持ちのいいツーリングコースをね、ご紹介していきたいと思いますんでね、またこんな動画がね、見てみたいなと思っていただけましたら、ぜひね、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。